妹よ、今日は戦車には乗らず、アジアでは9月19日から、北米では9月20日から開催中のイベント、オフェントアジアーレコニングの紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。もはや毎年恒例っていうイベントだけど、今年も報酬がなかなか豪華みたいだもんね。うむ。そしたらすでに知ってる人も多いかもだけど、まずはこのモードの進め方からだね。基本的な進め方はバトルパスなんかと一緒で、ポイントを貯めてステージを進めていく。っていう感じになるんだけど、ポイントの入手方法が、専用ミッションクリア時のみとなってる点に注意だね。6人で協力するハーリアーミッションは最初だけ固定ミッション3個だけど、それをクリア後は、デイリーミッション方式になるんだよね。うむ。デイリーミッションは8個の中から選ばれるんだけど、クリアしたものだけ更新なので、途中までやったけど今日はもう時間が、という場合は翌日もできる仕様だね。ちなみにこのデイリーミッション、アジアの公式では1アカウント1回しかできない、と、まるでデイリーミッションじゃないような書かれ方をしているんだけど、北米公式では1アカウントにつき1日1回完了できるとなっていて、ちゃんとデイリーミッションとなっているのでそこはあれだね。あう。でも去年もハリアーミッションはデイリー方式だったもんね。うむ。そしてステージ数が全20ステージで、開催期間が14日間なので、1日あたり 1.5 ステージ、つまり15ポイント貯めていけば、20ステージ完走できる計算になるね。ただ今回も例によって談合対策にプライムタイムが設定されちゃってて、北米サーバーでは深夜3時から昼15時までの時間でしかプレイできないので、そこがちょっとネックなんだよね。あわう。次に報酬になるんだけど、全20ステージクリアでもらえる報酬は、こんな感じだね。3個のパークを覚えられるボイス付きクルーさんが2名もらえるほか、115万クレジット、3000ボンズ、課金要素のエンジニアボックス2個、試作拡張パーツ用のコンポーネント1000個等、かなり豪華な報酬だよね。うむ。できれば完走を目指したいところだよね。次にステージ完走でもらえる20個のハーリアボックスになるんだけど、これを開けてゲットできる報酬はこんな感じだね。すごく豪華な報酬はないけど、チェコティア重中戦車さん用の 3D スタイルに、迷彩9個セット、各種デカール、プレアカやクレジットリザーブなど、それなりのラインナップだよね。だね。そしてたった2個しかもらえないけど、エンジニアボックスに関しては、こんな感じの報酬となってるね。目玉はやっぱりコーティアのプレミアム戦車さんだと思うけど、他にも20万フリー経験値等、何気にすごく豪華な報酬があるのがいい感じだよね。うむ。余剰経験値20万をフリー経験値に変える場合、8000ゴールドもかかるからね。それとハーリアボックスもエンジニアボックスも、報酬が気に入らなかった際は、クレジットやゴールドを使ってリロールすることも可能となってるんだけど、これをやるかはあれだね。去年の私たちは報酬の2個のエンジニアボックスのリロールに、結構なゴールドを使用して、あれだったもんね。うむ。来年、つまり今年は絶対リロールしない、と、心に誓ったレベルだったからね。そしたら一通り紹介させてもらえたと思うので、今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。Like a knife through butter, the enemy's armor is damaged. Take this. This is for you.
from the sky. Track fixed. Let's move. Still a good barrier, but 100% reliable. Nice shot. Situation.